はい、皆さんこんにちは、タカです。さあ、今日紹介するのはですね、ジンハオの今回は、これ尾行筆っていうのかな、太軸ブルーということで、前回筆で万年のよいしょ、あ、これね、なかなか開かないな、よいしょ、箱がきつい、ちゃんとちょっとね、しっかりした箱に入ってます、よいしょ。筆で万年のペン先がちょっと曲がったやつ、あれとね、似たやつですよね。はい、出てきました。ちょっとね、綺麗な見た目なんですよ。こんな感じでございます。はい、こんな感じでございます。すごい、高級感ありますよね。ただこれはペン先が、はい、こういう感じ、尾行筆、筆で万年と似た感じですね。こういう具合になってます。で、よいしょ、これもコンバーターがついてますね。はい、このね、中国系万年筆のこのコンバーターってやっぱりあんまり性能は良くないみたいですよね。と思います。とりあえずこの尾行筆っていいのかな、ちょっと読み方違ったらすいません。で、これで今日はちょっとね、青いペンなのでインクも朝顔入れてみたいなと思います。それではインク入れてみましょう。あれ全然入ってこないな。よいしょ。お、入ってきました。はい、とりあえずインク入れ終わりました。すごい手についた。朝顔入れました。さあ、
というわけで早速書いてみます。あ、もうキャップなんかね、カチッっていう感じじゃないんですよね。ぬっていう感じ、スポッぬっていう感じですね。あ、これは後ろにつかない、ま、重いしこのまんまでもいいのかな。よし、まずは変えてみます。どんな感じなのか。あんまり寝かせると書けないのかな。どうなんだ。これ、うん、ちょっと動かしてからインクが出始めるっていう印象がありますね。書き、ああダメだ。これはひょっとしてすごいこの角度に左右されるのかな。あ、この角度相当出ないです。まあでもどうなんだろう。ちょっとこれね、逆にすると細字で書けますみたいな。ああの方がインクの出がちゃんと最初から出るかも。ちょっとアップで、あんまり立てると、立っ、あ、今は出るな。あ、でも出ない時がありますね。うん、やっぱり動かし始めてから出る。